ちは、麒麟田村宏です。よろしくお願いします。お願いします。そして世界志向春家です。よろしくお願いします。名前が変わって春家、春家になりました。はい、そして、はい、ピン芸人鉄丸です。よろしくお願いします。はい、サンキューリー。サンキューリー、はい、自分から言わないのかい。そして大西ライオンだよ。はい、今回はですね、はい、レッドブルハーフコート2021ジャパンファイナルの会場にお邪魔しております。ありがとうございます。本当に優勝しい大会でございます、はい、この大会ですね、レッドブル主催で初の日本全国大会、はい、開催されておりまして、うもう全国各地で予選が行われて、はい、勝ち進んだ猛者たちが今日ここで優勝を決める大会をしております。なんと優勝者、はい、もっさもさでございます。もっさもさですよ、はい、優勝者はですね、ロシアで行われる世界大会に出場できる予定でございます。まあまあね、なんと、はい、その優勝チームと、はい、今日我々エキシビジョンマッチやります。ありがとうございます。絶対に怪我する、分からへん。いけるいける。いけるいけるいける。ライオンのおっていける。フィジカルはもう問題ないから。いや、正直ワクワクしかない。いや、ほんまにどうなってんの。めっちゃワクワクしかない。もうチームによっては外国人選手なんか多いようなチームもあるので。そうですよ、もうライオンガンガン。いやいや、やられますね。ブルたちの動きがいいな。シューターですね。そんなにゴンゴン行かないタイプちゃいます。はい、まあ、でも僕は楽しみですね。はい、楽しみでございますが、ルールはですね、サイレックス3ルールでございます。なるほど。10分間、はい、21点選手、はい、ノックアウトもあるということでございますので、我々がやりましょう。どれだけやるのか、我々の活躍次第で今後の 3X3 の盛り上がり、レッドブルの世界大会の盛り上がりに関わってくる。わー、そうです。あるしかないっすよ。ロシアも届け、はい、届け届け、ロシア。言うても、はい、弾を、はい、弾をチャンピオンがいます。はい、玉を、吉本の玉を投げ始めるよね。ワンオンワンチャンピオンがいますから。そうか、僕がロシアに行きます。はい、いや、そんな勝手にはないです。ないですか。勝手に行ってね。そんな3人でございますけども、はい、どんなプレーができるのか頑張っていきましょう。はい、やったるでい。よだー。さあ、まずはセミファイナルでございます。はい、関西の覇者オールブルー VS 八戸ダイムでございます。はい、まずは肉が持っていきましょう。はい、皆さん、これがセミファイナルです。はい、これで勝ち上がってきたメンバーとやります。一回帰りましょう。もう一回というか、3、4回帰ろう。いいね、いいね、いい、いい、いい。ちょっとすみません。あ、うまい。結構休んでる人が指示出したりしてるんですけど、そうですね、声が聞こえないですね。まあ、やっぱね。結構あの 3X は音楽もかかってることが多いからね。おお、ブロック。チャンピオン、うわー、いや、これは見応えが。あとちょっと上手かったですね。いや、レベルが高いね。 3X 慣れ、はい、しっかりと経験積んでますね。あの、やっぱ5人制のバスケとは全然違う戦い方をしなきゃいけないので。いや、そうですよ。はい、偉そうに言うてるように聞こえるかもしれませんけど、はい、プレミアリーグの日本の世界に初のプロリーグの初年度からオーナーやってますから。そうなんですよ。はい、やってるんです。さあ、HIU00 は、関東予選の覇者、関東予選 Day2 の覇者でございます。そして、渋谷フューチャーズさんは、それぞれワンオーバー、この力で出発するチーム、まあ、もうスーパー人気 YouTuber ユッケさんいますからね。まあ、かなりロースコアゲームですね。3対1。うわー、ブロック、上回る。あのどっちかやぞ。できればオールブルーの方々の方が筋肉量少なかったんで。そう、筋肉量で。すごいスタート、いきなりディープス。じゃあ行こう。おお、行く。
どっちがロシア行くね、どっちが世界大会行く。さあ、というわけで、優勝したのは HIU ゼロキッズでございます。インタビューできるそうなんで、まずはじゃあインタビュー会場に移動しましょう。さあ、というわけで優勝しました HIU ゼロキッズの皆さんに来てもらいました。優勝おめでとうございます。すごいゲームでございましたけども、まず今率直なお気持ちからお願いします。はい、言葉に表せないですね。このチームの選手たちはみんなやっぱこう、他からいらないって言われたり、日が明けでなかなかチーム決まんなかったり、B3 でもなかなかプレイングタイムもらえなかったり、本当にみんながアンダードッグなので、そのチームがもうハートを強くプレーして1位になれたっていうのは、そして世界に行けるっていうことが本当に大きいと思います。おー、バックボーンが、はい、本当に今シーズン、まあ、思うように結果が出ずに伸び悩んでたんですけど、今年本当にチームとして世界でも初めてですし、本当に嬉しい。いやー、素晴らしい。私も同じですね。なかなか成果が出ない中、こういってやっとタイトルを手にできて、まあ、自分たちのやってたことが間違いじゃなかったということがなんとなく分かってきたんで、まあ、まだこれスタート地点だと思うので、これから、まあ、このレッドウーラの世界大会で頑張っていけたらな。いやー、グレート、マン。I just feel great. I'm just ecstatic.皆さんそれぞれ、このチーム以外にもプレーはされてるんですか？僕は今のところプレーはしてないですけど、はいはい、ゼロケッツだけで、はい、本当は海外にちょっと挑戦しようと思ったんですけど、おー、まあ、コロナでそうなんですね、なかなかうまくいかないので。もう昔から知ってるので、はい、本当いろんな挑戦をしてるのは知ってますから、はい、次はこう海外に行こうというところで、まあ、今コロナでというところでね、はい、じゃあ今後は佐藤選手の、まあ、ツイッターとかフォローしておけば、はい、今後の動き分かっていくと、はい、なんで世界大会でいいプレーをして、うん、そして海外のチームから声をかけてもらうように、向こうから来てくれという、そうですね、そういう意味でもこのレッドブルの大会非常に大きな大会になりましたね。僕はB3 リーグの八王子ビートルズ。大きい声で今練習するね。見た目の感じと声が大きいね。ただこれはカイル選手が言えることね。そうそうそう、見せていただきたい。はい、その八王子ビートルズのあれ練習生というか、そうそう、契約できるのか。我々はですね、吉本なので、石橋さんとも、はいはいはい、関わりがありますので、八王子ビートレンズはやっぱ個人的にも応援しているので、はい、頑張ってください。契約しておけば裏から手回しとくわ。これでほんまに契約勝ち取ったら何かやったのかと思われるけど、実力やから。来週の金曜日ぐらいに即やな。カエル選手はいかがでしょうか？なんかいろんな3人制だったり5人制のストリートバスケのリーグだったり、はい、トーナメントをやったり、幅広に、まあ、プレーできるところは全部みたいなと思って。 I play for a popular club team in Nagoya called Proline. Usually we are number 2 club team in all Japan in some years.僕今英語勉強してるんでね、はい、ポーランドだけは聞き取りましたよ。ポーランド言ってない。ポーランド言ってない。言ってないです。ポーランド言ったよね。英語の先生なんで教えてもらえます。本当ですか？ぜひお願いします。 Teach me English。 OK。 正直ね、喋る前めっちゃ怖かったけど、めっちゃ優しい顔の先生の瞬間一気に優しくなった。じゃあそれではですね、この後なんと優勝チームと我々の 3-on-3 マッチを行いますので、本気で倒しに行くからな。さあ、というわけで YouTube キリン田村のバスケでバババーンスペシャルワンマッチということで、レッドブルがオーガナイズした 3x3 バスケットボールのグローバルゲーム、その名もレッドブルハーフコートジャパンファイナルを終えて、そのチャンピオンチーム HI ゼロケッツと、そして玉突き5のワンマッチをこれからやるぞってことなんですね。お願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと田村さん、意気込みみたいなの聞いてもいいですか？そうですね、まあ今日の大会で優勝したぐらいで、簡単に世界に行けようと思うなよと。
なかなか目線を高いところに置いてきましたね、もちろんチャンピオンチームすごい猛者でございます。そうですね、見た目も強そうな彼ら、まあ強いて言うたらちょっと身長負けてるんでやばいなっていう感じですけども、そこそこそこそれだけなんだ。見てください、ハートは勝ってます。じゃあ気を取り直してまいりますか。 OK 3x3 のもオフィシャルルールでバッチリいきますんで、 OK 10分1本勝負でございます。ご注目ください。やったるでー。じゃあそれぞれのチームスクラムを組んでスタンバイオール OK です。レッドブルハーフコートジャパンチャンピオン HIU ゼロゲッツに挑むは我らが玉突き5です。さあそれでは参りましょう。 YouTube キリン田村のバスケでバババババスペシャルワンマッチ、玉突き5のオフェンスからスタート。さあ玉突き5、まずはスターティング3、おなじみキリン田村氏に鉄丸、そして春家慎一郎がセットです。さあいきなりボール奪われましたが気をつけてください。さあレッドブルハーフコートチャンピオンチーム HIU ゼロケッツのオフェンスです。キリン田村氏にはイエス佐藤佑樹、ロングショット失敗。さあ参りましょう、先制点を先に取るのはどっちか。さあキリン田村ポストアップだ、グイグイ寄せターンアウト、ここはキックアウトのリバースショット、悪くないですよ、悪くないアタックです。さあさらにパスをスティール、キリン田村2ポイントも惜しくも失敗。さあ序盤戦意外と悪くない立ち上がりです。玉突き5、さあ全ポジションミスマッチでもお構いなしのタイトリーでございます。さあ今度は HIU ゼロケツのオフェンス、ママドゥがオープン、リバウンドはオジーがイージーに決めて、まずは先制点は HIU ゼロケツからスタート。これでゲームタイムは1分経過。さあキリン田村氏パスを合わせるか、これはパスが合わず、さあおじいに子供扱いされてます。なんということでしょう、春家慎一郎氏ルールが頭に入っておりません。これが玉突き5なのか。さあボールは HIU ゼロケツボールへ。さあディフェンスでいいところを見せたいは玉突き5、佐藤佑樹のドライブ、ダブルチームでもお構いなしで決められて、さあやられっぷりはいいですよ今のところ。さあ玉突き5ナンバー3、高校時代はインターハイ出場経験もある鉄丸、そこからインターハイ予選福岡第3位慎一郎、さらに我らがキリン田村氏でございます。ベンチには大西ライオン選手も控えているわ今回の玉突き5。さあ HIU ゼロケッツお構いなしで2ポイントをメイク、ママドゥのフィニッシュ、これで5対0、なんとか1点取りたいです。さあ何をやってるんだ、何をやってるんだ玉突き5、うわお、その間にもどんどんシュートを決められている。タイムアウトは1ゲームに1回しか取れません。さあ玉突き5メンバーチェンジです。ナンバー23大西ライオン選手の登場です。さあライオンさんもコートに登場の玉突き5。さあ HI ダブルチームいいですよ、ダブルチームいいですよ。さあここから空中でやられてます。おほ、いいですよ田野さん、非常に 3x3 らしいプレーです。さあ大西ライオン氏ジャンパーいいですよ、ライオンさんのジャンパーからスタート玉突き5。さあ1点取りました。おほほおほほ、なかなかシャレにならないクラッシュがありました。ライオン選手大丈夫でしょうか、脇を痛めている大西ライオン、プロフィールには167cm73kg と書いてあります。おそらくウェイトはもっと増えているでしょう、超大西ライオンでございます。さあキリン田村氏、おおいいですよ、ロングジャンパーを持ってる田村氏。さあこれで2点目をゲットした玉突き5。さあ HIU ゼロゲッツのシュートが落ちてる間になんとかスコアを埋めたい玉突き5、ボールは鉄丸から大西ライオン、ロングツーは惜しくも失敗。さあゲームタイム残りは6分30秒を切ってます。さあ HIU ゼロケッツにはオジーヘンダーソンポストアップでこれをイージーに決めて、さあタマツキ5反撃ののろしを上げたいところ、ホワイトのゲームジャージ。さあ大西ライオン、ハーレムグローブトロッターズバリのスライディング、まだボールは生きてます。これをダブルクラッチ、
惜しくもシュートブロックバイオレーションになりましたが、ただディフェンスをかわすショット、ナンバースリー、鉄丸氏、いいショットでした。さすがインターハイ出場経験があるプレイヤーです。ゲームタイムはまもなく折り返し地点、5分45秒からの再開。さあ、HIU ゼロケツ。このシュートを落ちて、さあ、タマスク5。クイックにツーポイントを狙うはキリンタブラ。これはアウトオーバンズ。ゼロケツボールからの再開です。ベンチからライオンさんの激も飛んでおります。非常にハイオクタン。さあ、オジーの2ポイント。リバウンドは、玉突き5フォローしてます。さあ、鉄丸、厳しいディフェンスを逃げて、これがなんとか通った。さあ、フォローはオフェンスリバウンド。キリン・タムラ氏、ターンラウンド。これが決まって、決められる男です、キリン・タムラ。さあ、一方、HIU ゼロケッツ。佐藤勇気も2ポイントをメイク。スコアは11対3。さあ、いいですよ。オープンショット。新一郎。春家新一郎、惜しくもフィニッシュは失敗。さあ、ゲームタイム5分を切ってます。スコアは11対3。HIU ゼロケッツ。さあ、惜しいヘンダーソン。オープン2。リバウンドは玉突き5。さあ、シュートのギアを上げたいは玉突き5。火力を上げたい。リバウンドはゼロケッツのフォロー。日陰帰る。コーナー2。これはこぼれて。さあ一度出ますか、アウトオブバウンズの判定です。ゲームタイムは4分30秒を切ったところ、スコアは11対3。ただお互いにファールのないクリーンなゲームを展開中。さあ YouTube スペシャル企画でございます。キリン田村のバスケでババババーン×レッドブルハーフコート 3x3 のグローバルゲーム日本初開催というところで、チャンピオンチームとの対戦でございます。玉突き5。さあボールはチャンピオンチーム HIU ゼロケツ。佐藤勇気の2ポイントはこぼれるも、リバウンドはまるまるゼロケツのフォロー。ママドゥの2ポイント、さあこれノールックのバックビハインドパスだすも、攻守交代がきっちり成立してなかったとの非常に厳しいコールでございます。玉突き5に誰も優しくしてくれないこのレッドブルハーフコートの向上。さあ恐ろしいゲームを展開中でございます。スペシャルマッチです。さあいいでしょ、随所随所でいいんです。玉突き5、フィニッシュが欲しい、流れを変えるショットが欲しい。さあドライブで来てるわ。 HIU ゼロケツ、オープンショットはママドゥの2ポイント、リバウンドはホワイトの玉突き5のフロー。さあデスバル、オープンショット、いいですよ、いいですよ。さあ4点目をゲットした玉突き5。さあリバウンド、連続得点が欲しいです。ゲームタイムは残り3分10秒。ファール。そんなにアピールするほどのファールじゃなかったんですけども、ちょっと接触したぐらいのファールでしたね。大丈夫ですか。さあボールはホワイトの玉突き5のオフェンスから再開。ゲームタイムは残り3分を切ってるところ。さあヘジテーション、何かをやろうとしてるのはキリン魂。ただ惜しくもボールはファンブル。ボールは HIU ゼロケツ、回してオープンショット、佐藤勇気の2ポイント。ああさすがチャンピオン、シュートの雨を降らしてる。一方キリン魂、これはちょっとオーバー。さあ、タマツキ5、スペシャルワンマッチでございます。さあ、コヨーテにカーキのジャージの HIU ゼロケッツは今大会のチャンピオンプライズで、今年の秋にロシアのモスクワで開催予定の世界戦に出場予定チームでございます。ここでそのリードしてる HIU ゼロケッツがタイムアウトをコール。とさあ、タマツキ5、30秒間のブレイクです。いやいや、大先輩が大ボケかましてるよ。大先輩が相手のチームに入るって大ボケかませて、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、こんなこと言ったんですけど、マジそれどころじゃない。そういうところじゃない。大筋が関西弁でちゃうって突っ込んでくれたのに。さあタイムアウト、 HIU ゼロケッツの30秒間のチームタイムアウトは終了して、ゲームタイムは残り2分25秒でございます。ちなみに玉突き5も1回タイムアウトまだ取れますので、必要なところでコールしてください。それでは再開しましょう。さあ2面ゲーム、狙うも惜しも失敗。ボールは HIU ゼロケッツ、シュートが当たってるは佐藤勇気、これはこぼれてアウトオーバウンズ。玉突き5のトップチェックからです。ゲームタイムは残り2分17秒でストップ。さあ、あともう2、3本ぐらい欲しいですよ。おお、激しいディフェンスはゼロケッツ。カットボール、もう一度ホワイトボール。
さあコート上には春家慎一郎、大西ライオン、麒麟田村宏がセット、玉突き5、4得点スコアしてますが、ゼロケッツがこれで17点目をゲット。さあ 3x3 のオフィシャルルールにのっとってやってます。21点ノックアウト決着もこのルール採用しているスペシャルワンマッチ、これで19対4、 HIU ゼロケッツはあと2点取ればノックアウト決着。このスペシャルワンマッチをノックアウトで終わらせるのか。リバーショット、リバウンドをフォローする、玉突き5、田村氏のジャンパー押しも失敗、大西ライオンリバウンドでハッスル、ただ決まらない、リバウンドまでハッスル、おじいがフォロー。さあゼロゲッツ、あと2点取ればノックアウト決着というところ。佐藤悠樹、右へ左へシェイクして、このシュートこぼれてる。さあまだまだタンスクファイブのオフェンス、ゲームタイムは残り1分25秒、ワンゴールもぎ取りたい、うーん惜しい。さあ残りは1分20秒、佐藤悠樹危ないところだった。ノックアウト決着まであと2点のゼロゲッツ、キリン田村氏2ポイント、なかなかピシャってない。さあゲームタイムは残り1分5秒、ゼロゲッツポストアップからキックアウト、オジーヘンダーソンの2ポイント、さあなんとか助かってますトマツク5。ただリバウンドは HIU ゼロケツ、これで20点目をゲット、ノックアウトにあと1点というところです。さあトマツク5なんとかロングレンジも決めたい。さあゼロケツあと1点取ればノックアウト、ロングツーママドゥ、これはエアボール、助かりましたトマツク5。残りは 41.7 秒と、さあ玉突き5というぐらいですから、あともう1点取って5点に乗せたいところです。ホワイト、さあ40秒前、さあキリン田村氏ターンアウト、これが決まって5点目をゲット、残りは30秒、ただゼロケッツあと1点取ればノックアウト、これが決まってノックアウト決着、ゲームタイムは残り 27.2 秒残してのノックアウト決着、ウィナーは HIU ゼロケッツに決定。さあ息してますでしょうか玉突き5の皆様方、ゲーム終了後のシェイクハンドと参りましょう。さあそれではファイナルスコアは21対5ということで、勝利は HIU ゼロケッツとなりましたが、いかがでしたか田村さん。2時間ぐらいやってました2時間やってない、やってない10分1本勝負、しかも残り 27.2 秒残ってます10分も戦ってないですね。いやもうやっぱ外も入るし、なんせ当たりが強すぎて、ここにそうなんていうか、自分が立ってる場所をキープするだけでどんどんスタミナ減っていくんですよいやちょっとやっぱり住む世界が違いましたね、はい、認めましょう、認めましょう、我々の代表として。今年の秋にはロシアのモスクワで開催される世界戦に彼らが出場ってことなんですけど、はい、ちょっと激励のコメントなんかもちょっともらってもいいですか。ロシアが度肝抜かすそうあの絵が想像できますねちょっとすいません、ウォッカ飲んでるんで、すいません、ごめんなさい。ちょっと最後、ぐにゃぐにゃっとなりましたけども。さあ、というわけで、スペシャルワンマッチでございました、玉突き5、そして HIU ゼロゲッツ、ありがとうございました。はい、というわけでございまして、ありがとうございます。エキシビジョンマッチ、死者を出すことなく終わりました。いやー、よかった。春家君、どうでしたか、チャンピオンでやってみて。まあ、そうですね、まあ、苦しい試合内容でしたけど、まあ、最後、まあ、チーム一丸となって、まあ、相手外国籍の選手いる中、日本人で、まあ、勝てたっていうところが今回の収穫につながったかなと。オリンピックでメダル取ってる、僕らがロシア行くんじゃないですか。ここに松岡修造さんおれへんよ。サンキューリーいかがでしたか。いや正直やったよ、いけるか、最後まで走り切れ。この負けが、負けなんや、設定は負けの方なんや。僕らが強くなるための一歩、正直最後は気持ち、負けたくせに、いや最後走り切れ最後まで大西さんいかがでしたか。はい、皆さん気づいてたかわからないですけど、なんかありましたっけ。私一人でアンクルブレイクしてちなみにどちらの足がブレイク。左足実はもうブレイクしてます。ブレイクだいぶ早かったです、はい、あと一回リバウンド俺飛び込んで見ました。ほんで佐藤さん、佐藤選手が、はいはい、から当たってきた、はい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 、あの時に脇腹もやったんです
ちょっとね、あの思わずマムシさんもクラッシュやと軽トラック来たと思うんですけど、それにも田村さんはやっぱり、いやいやいや、ただ試合が終わった後、A 代表の選手の悔しがりがもう地面に突っ伏すやつな、サッカーとかで見るやつなんですよ久保君の悔しがり方、本当ですよ。で、どうでしたか。いやー、ちょっと2ポイントがやっぱ入らんことにはっていう、ね、やっぱり、でやっぱね、はい、スタミナがもともと入らへんのに、はい、スタミナがもう本当に休みがないから、 3X っていうのは5人制よりしんどいやんか、はい、だからもうスタミナがきつすぎて、もうとりあえずあのシュート の、 そのしゃがむのができへんから、もう、はい、いや、ほんまそう、全部それでした阪神行ったもめみたいな、全部それでしたこんなあれだけ誓ってほしいっす田村さんがタイムアウトで相手のベンチに行くってボケかましてんのに後輩2人は疲れすぎてベンチに押してる、でもあれ追っかけてなかったっすよね、誰も誰でも俺せめてカメラさんはいるかと思いながらめっちゃ探してたけど全然おらへんけど引っ込みつかへんからで広い家で撮ってると思うんですよ、ね、広い家であるかな絶対こんなこと言っちゃダメだと思うんですけど大先輩のボケでイラッとしまう言わんでええねん、とどめときなさい、オージーがちゃうって関西弁で突っ込んでくれたんですからオージーの突っ込みを引き出した男はい、というわけで、はい、レッドブルーハーフコート2021ジャパンファイナル、はい、本当に素晴らしい大会でした、我々の代表が世界で戦うということなので最後まで注目したいと思いますので皆様もぜひとも応援よろしくお願いいたします、はい、というわけで今日は、レッドブルーの大会に参加しました、ありがとうございました。浜月ファイブはバスケットを応援してます今オリンピックの前に企業が言うやつ